まもなく野田地、野田地です。折口左側です。お降りの際車内にお忘れ物をなさいませんようお気をつけください。次は直江津です。
まもなく直江津です。2番線到着、お出口は左側です。お降りの際、車内にお忘れ物はなさいませんようお気をつけください。お乗り換えのご案内をいたします。妙高羽生ライン高田上越妙高方面普通列車の妙高高原行きは橋を渡りまして6番線から8時42分の発車です。勝山方面普通列車の長岡行きは橋を渡りまして5番線から9時46分の発車です。北北線東海町方面の普通列車越後湯沢行きは橋を渡りまして5番線から9時27分の発車です。本日は越後ときめき鉄道日本海翡翠ラインをご利用くださいましてありがとうございました。直江津を発車いたしますと次は JR 信越線に入ります。お待たせいたしました。快速列車の新潟行きです。西潟、柿崎、柏崎、大光寺、宮内、長岡の順に停まってまいります。まもなく発車をいたします。止まらないやっぱり老朽が来てますねもう大丈夫長野まで
ありがとうございます。アイスプレッシャーの新潟です。もうあと2週間経ってくれます。新潟、日崎、柏崎、大光寺、宮内、長岡の順に泊まってまいります。私は6両で運転してまいります。一番前が6号車、一番後ろが1号車です。一番後ろ1号車、後ろより半スピンを除きまして、すべて自由席です。車内のトイレ、電気を封をして、すべて禁煙とさせていただいております。タバコは買いでください。携帯電話を乗客様にお願いいたします。車内では、音が鳴らないよう、マナーボードに設定の上、通話は電気の方でお願いします。周りのお客様のご迷惑がありませんよう、ご協力をお願いいたします。降りの際には、まもなく最方、最方に到着いたします。折口は左側です。北北線経由の越後湯沢行きは
降りられましたので、1番線から9時35分の列車です。最方の次は柿崎に行きます。朝は車車に行きました。最方は柿崎始発に乗るとね。長岡から、みなかみまでいる6時半ごろの東に乗って、で、北北線にそのあと乗り換えると、ちょうどこれに、西方に乗り換えできるんで、はい、ちょうど西方、西方に、西方接続、はい。私、月末なんだけど、これでいいし。
まもなく柿崎に到着いたします。堀口は右側です。柿崎の次は柏崎に停まります。ご乗車ありがとうございました。まもなく
三往復で大事故。臨時会食はちょうどあの これこの11時ちょっと前に着くんです、11時ちょっと前に着くんですけど、臨時会食に乗ってこれに乗り、このバスに乗って相手の派閥にいる人が結構いますよ、はい、はい、あの全席指定です。インターネット、あの JR 新潟支社のホームページ。
乗れないから。ビュー商品は必ず新潟に行くから。席埋まっちゃったんです。少ないんで。そうそうそう。あの最後だと思ってグリーン車の人がいっぱいいるんですよ。結構。でも快速だから。特急力ないから。特急力ないから。特急力ない。でも単一度グリーン車いつもじゃないから。私も最近あのコミの高崎でダイレクト乗り換えてグリーン車乗ってるから。そうだ。それがいいんですよ。ええ。グリーン車とちょっと安いし。追加感じで。ね、あの中里みなかみかんね、うん、ちょっと延長するからいいけど、すぐに折り返しも、はい、もう帰ってからいいかもしれない。冬の間はみあの水上みなかみいちごなかことかの運転手が多いので、地獄を見たら地獄を見てたら、
しますか。ダイヤ改正が発表されてないから、また28日まで書いてあるんですよ。で、ダイヤ改正の仕事が出るのは、あさってだけ発売になります。20日発売だから、2月1日遅れ、あさって発売。でかい。でかいのと、でかいやつと、ちょっと小さくのゲットタイプとか、はい、火曜日21日で発売。またすぐポケットのマイクあとはここですよね。ご案内いたします。まもなく柏崎に到着いたします。2番線に到着いたします。降り口は右側です。エクスプレスの長岡行きは2番線から10時30分から。柏崎分水公園一号線の吉田行きは1番線から10時30分です。中崎さん、まずは柏崎の次は大根寺に止まります。ご乗車ありがとうございました。柏崎に到着です。そうあれもって東京ホーム関東の最後ね、非常に便利私もあれ持ってるんだけど、うん、毎月いろいろ買ってるんだけど、うん、大体その本見なすってその時の目的によってここで、ああなるほど、高崎 H81 とかあって、あとは北陸線、JR 西の北陸線のバージョンとか買って、ダイヤ配線になってます。お客様にお願いいたします。座席の上にカバンや荷物を置かれているお客様、座席の上にカバンや荷物を置かれているお客様、多くのお客様がお乗車されます。座席の上の荷物は整理をお願いいたします。3号車うちも2でフリーキックでも乗れる。そうです。そうです。中でお酒買って飲んで、そうですよ。私しょっちゅうやってるんで。
とは、村上の SL が出てるから、で、はい、そうです。特急券買えばね、サンタバで取れますから。使う3日前まで買われていないんで、使う日、糸魚川駅行っても買えないんで、ダメなんですよ。事前に買わないとダメなんで。基本、名古屋市で話したの。名古屋
長崎さんの7位からだから、そこの時だから始発だとね、あいつさんどうかしら。いや直江君の最初に着くやつだと8時6分着だから空いてる。ただその後の糸がいるやつが時間がないんですよ。糸がないんです。料金払うって。そう。料金払って出る通りですね。だからワンマンになって車掌さんが来るときは車内で片道分払えばいいんです。でそれで置いてていきます。国鉄。
いや、色をただ通すだけです、あれ。まあ只見線の臨時回数だと確実はある予定なんで一応、うん、ホームページは、うん、あの旧国鉄って書いてありましたんで、はい、ちょうどこれだ。
サイクルなの、何サイクルか分かんないけど。これほどの歴史が長編成にしなくて、人が通って、しかも、さっきの半分ぐらいあったと思うんですけどね、こんなに、ね、こんなに込んでる歴史が、なんでそれが論文で終わりますよ、ね、これは、カッサンダキ、吉田か。そうそう、新潟、吉田の。ご乗車ありがとうございました。内個人到着いたします。堀口左側です。でだから結局、うん、越後線経由でも、うん、あの名古屋間経由でも、うん、柏崎新潟間は同じ料金なんですよ。同じ料金。そうなんだ。うん、うん、ちょうど、うん、同じ料金です。どっち回っても同じ料金です。だから越後線はちょっと距離が短いんだけど。宮内に止まります。宮内長岡の順に止まってまいります。そうすると、新潟、加速先、うん、料金計算面倒になるから。大回りしたら料金相当高いコスト。だから、ただあまり気にしないでいい。あの割り増し運賃は全然、うん、結局フリーキープかかってくるから違うじゃん。ほらあのこの船これはあのうちの運賃がレベルはいこれ行きますよ。
これはどうして
ご乗車ありがとうございます。長岡に到着いたします。今の新幹線に到着いたします。新幹線ご利用のお客様さんが新幹線ホームへお進みください。新幹線314号東京行きは12番線から9時43分です。バックス307号新幹線行きは11番線から10時8分です。列車新潟経由の1号線内野行きは5番線から10時38分まで。長岡の次は三つ目に行きます。ご乗車ありがとうございました。まもなく長岡です。ありがとうございます。快速新潟行きです。三つ三条東三条鴨八代田新津壁田終点新潟の順に停車しています。途中東三条9時54分新津には10時17分終点新潟には10時33分の到着となります。電車は6両で運転しております。先頭車が6号車です。6号車5号車の順で1番車が1号車です。1号車後指配置部人席となっております。本日部人席すべて発売済みとなっております。それ以外すべて重積車となっております。車内はトイレデッキを含めましてすべて禁煙となっております。また携帯電話お持ちのお客様マナーモードに設定をお願いいたします。通話の際には周りのお客様のご迷惑となりませんようデッキをご利用ください。次は三つ目に止まります。
ご乗車ありがとうございました。まもなく見附に到着いたします。お出口右側です。見附を出ますと次は三条に止まります。まもなく見附に到着です。
ご乗車ありがとうございました。まもなく三条に到着いたします。お出口は左側です。三条を出ました。次は東三条です。まもなく三条です。ご乗車ありがとうございました。まもなく東三条、東三条です。1番線、窓口は左側です。弥彦線、燕三条、燕、吉野方面、弥彦行きは、降りたホームは、豊美0番線から9時57分です。0番線から9時57分です。まもなく東三条に到着いたします。窓口、左側です。東三条を出ますと、次は鴨に止まります。
車が出てくるのでした。まもなく鴨に到着いたします。お出口は左側です。鴨を出ますと次は八代田に停まります。まもなく鴨です。次は八代田です。なお、グリーン席すべて満席となっています。グリーン券をお持ちのお客様で、払い戻し指数のお客様おられましたら、少々お待ちください。お知らせください。車内で少々お召し上がりさせていただきます。Thank you.
ご乗車ありがとうございました。まもなく八代田に到着いたします。お出口右側だ。八代田を出ますと次は新津に停まります。まもなく八代田です。中袋さん、かわいい。次は新津です。
ご乗車ありがとうございました。まもなく次々に到着いたします。4番線お出口は左側です。新越線さつくの北方面普通列車の新潟行き堀田本の向かい側5番線から10時22分の予定となります。上越線京ヶ瀬水原月岡方面千葉田行きは3番線から10時45分です。千葉田行きは階段を入りまして3番線から10時45分です。磐越西線東新越新津駅高線津川方面会津若松行きは堀田本向かい側5番線11時34分の予定となります。会津若松駅は5番線11時34分まもなく新津に到着です。いずれオールキャストの地内に飛ばせるのもなくお越しください。新津を出ますと次は亀座に停まカメラThank you.
光りそう。今回も事故あるしね。話だけど。そうだ、チーム。だけど、あぶる。チーム。次は終点の新潟です。まもなく亀田です。次は終点の新潟です。
終点新潟に到着します。お忘れ物ございませんようにしておきましょう。9番線に到着です。お出口、新幹線特急38号、東京は11時19分、三大新幹線ホーム13番線から連絡いたします。東新潟、新潟、豊洲、芝田、環状、坂の地方まで各新線経由普通列車の1番線から10時43分です。各新線経由普通列車の1番線から10時43分です。特急ディナホー3号坂田行きは2番線10時58分です。全線特急ディナホー3号坂田行きは2番線から10時58分です。越後線白山小牧方面内野行きは2番線から10時40分です。越後線の内野行きは2番線から10時40分です。内野から先、牧方面、吉田行きは3番線から11時20分の連絡となります。なお、乗り換え列車の番線につきましては、臨時に変更になる場合がございます。定期放送案内または電光席は、今一度ご確認の上、お乗り換えをお願いいたします。終点の新潟に到着いたします。車内にお忘れ物、落とし物、なさいませんよう、今一度お乗り換えを。よくお確かめの上お降り願います。本日は JR 東日本をご利用いただきましてありがとうございました。終点新潟にお乗車いたします。9番線お出口右側です。Thank you.